こそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのさくらです。近年の日本では少子高齢化の影響により国内の建設投資は厳しい状況が続いています。しかしその一方で海外におけるインフラ整備などの建設需要は非常に高まっているようです。日本の多くの建築会社は仕事の幅を海外に広げ、多くの日本人がさまざまな国で活躍しています。今回ご紹介するお話は海外で働くある建築会社に勤める日本人男性のお話です。僕は日本の建設会社で働いている。新卒で入社してからそれは毎日大変な日々を過ごしてきたよ。取引先との交渉、外部の専門家や他部署との連携など毎日が会議や調整の日々でね。夜遅くまで残業をすることが本当に多いんだ。時には注文した資材が届かないとか、職人が足りないとか、予想を超えた問題が連続することもあるんだよ。でも安全や品質管理を徹底しながら工事の納期を目指して仕事をするのはとてもやりがいがあってね。毎日充実した日々を送っているよ。そんな入社5年目のある日、僕は初めて海外の案件を任されることになったんだ。入社する前から海外で働くことは僕の夢だったからね。とても気合が入ったよ。いろいろと勉強したり、先輩や上司に相談したりしながら日々慣れない土地で奮闘していた。そんな僕の頑張りが認められたのかな。ある日、赴任先のベトナムでね、とある建物の設計と建築の仕事をもらうことになったんだ。それはとても嬉しかったし、社内でも大盛り上がりだったよ。ところがその2日後のこと、中国の建設企業が取引先に提案をしていたらしく、僕たちが受注した案件を横取りされてしまったんだ。それはとてもショックだったよ。僕にとっては今までで一番大きな仕事だったからね。会社の同僚たちもすごく盛り上がっていただけに、みんなで意気消沈となってしまってさ、僕の部署全体がとても暗い雰囲気になってしまったよ。でも仕事だしね、仕方がないよ。おそらく僕の提案よりも中国企業の方が優れていたんだと、みんなで納得することにしたんだ。中国の建設業界は世界でもトップシェアを誇っているし、それに受注の値段も安いことはよく知っていたしね。なかなか世界で戦うのも難しいなって改めて思い知ったんだ。それでも僕はずっとその案件のことが気になってしまってね、その後もどうなっているのかちょっと調べてみたんだよ。そしたら驚いた。どうやったのかは知らないけれど、なんとうちの設計図をそのままパクっていたんだ。先輩に聞いた話だと、どうやら取引先には中国とのつながりが強い人間がいたらしい。もしかしたらその人が中国企業に僕たちの設計図を横流ししていたのではないかとのことだった。しかも値段はうちのものより大幅に安く設定していたんだよ。今まで仕事で大変な目にはたくさんあってきたけれどね、これは最もショックでひどい出来事だった。こんなことってあるかい？この設計図を作るのに下調べから打ち合わせに至るまでとても時間をかけていたんだ。もう僕たちは怒り心頭だったよ。取引先も取引先だよね。設計図が全く同じなんだからちょっとは考えてくれても良さそうなのに。ただ中国のこのような手法は割と日常茶飯事であるらしくてね。だからパクられた自分も悪かったのだと、その時は無理やり自分を納得させることにしたんだ。その後中国企業が建築を担うことになった案件は、とんでもないスピードで建物を完成させていたよ。そんな中国の技術を目の当たりにして、やはり中国企業はすごいかもと思っていたんだ。日本の企業ではあそこまで早く工事の工程を進めることはできないと思う。やはり実力で仕事を取られてしまったんだと思ったよ。ところがその後、建物の建築が進んでくると問題が発生したんだ。なんと基礎工事が不十分だったために建物に傾きが出ているというんだよ。また柱や壁を補強する建築資材が設計予定で記されていたものより劣るものが使われていたらしい。これは湿度の変化によって腐敗が進んだり
歪みが出てしまったりする原因になることだった。それだけじゃない。工事に使われていたコンクリートについても、その配合成分が指定通りではなく、品質不適格なものが多く使われていたみたいだ。僕もここまでひどい工事内容は見たことがなかったよ。よくこんなやり方で今まで仕事をやってこれたなぁと、逆に感心してしまったぐらいだ。僕は会社の先輩に、この中国の工事のやり方についてどう思うか聞いてみることにした。すると彼はね、最近中国であったこんな話をしてくれたんだ。以前中国の山西省でレストランの天井が崩落したというニュースを見たことがある。建物は高層のものではなく、平屋の2階建てだったのだけどね。このことで29人もの人が亡くなったんだ。僕は地震か何かが起きたのかと思ったけれど、そうではなかったらしい。先輩は続けて、この建物は平屋だったところを増築して2階建てに建て替えたらしいんだが、それが欠陥住宅だったんだ。中国では建設会社の欠陥工事が常に問題になっていてね。このニュースを見てちょっと怖くなったよ。俺たちが携わっている仕事は多くの人の命に関わることなんだなって改めて教えられたからね。先輩はとても真剣な顔で僕にそう言ったんだ。仕事を取られて少し拗ねていた僕だけれど、先輩のこの言葉に改めて自分の仕事のモチベーションを上げることができたよ。そして例の中国企業の問題が見つかってから、なんとこともあろうに彼らは、この建物の傾きの原因は設計図を書いた日本人にあるって言い出してね、僕たちに難癖をつけてきたんだ。人の命を奪うかもしれない仕事をしておいて、それを人のせいにするなんて本当にどうかしていると思ったよ。もちろん受注していない我々にはこんな難癖は全く関係ない話だった。それは取引先もちゃんと理解していたよ。だから彼らは中国企業に対して裁判を行うことにしたらしいんだ。しかも今回の件だけじゃないらしい。現在中国では一帯一路政策によって、東南アジアやアフリカ、南米にまで幅広く手を伸ばして世界各国で建設事業やインフラ整備事業を拡大しているんだ。聞いたところによると、この中国企業も世界で様々な仕事を受注していてね、他でも同じような手法で仕事を取ってきていたらしい。世界のいろんな場所で彼らの欠陥工事が問題になっているそうだよ。僕は今後、今回のような中国企業に二度と嫌な目に遭わされたくなかったからね、この裁判の行方を注視することにしたんだ。彼らの欠陥工事は本当に目を疑うものばかりだったよ。そんな中でも僕が最も驚いたのは、マンションの施工工事についてだった。マレーシアに建築する20階建てのマンションについてなんだけれどね、なんとキッチンの換気扇に内部のダクトをつけていない事例があったんだよ。ダクトがないと内側が壁だから空気を吸わないよね。スイッチを入れればファンは回転したらしいから、彼らは見えないところで手を抜いていたんだね。これは本当に悪どい仕事の仕方だと思ったよ。他にも排水口の手抜き工事をしたために、水が逆流して住宅地が浸水被害に遭ったという事例もあった。もちろん彼らは他の企業からも損害賠償を求められて多額の負債を抱えたそうだよ。僕は世界に住む人々のためにも、こんな業者を野放しにしておくことはできないと本気で思ったよ。100歩譲ってね、この他社の設計プランをパクる手法が戦略の一つだと考えてもいいよ。だけど目先の利益を優先しすぎると、遅かれ早かれ痛い目に遭うのは間違いないことだ。今回の件で僕自身も考えることはあったかな。その後僕は手強いライバルである中国企業についてよく調べることにした。中国の建設業界ではね、何よりもスピードを大事にしているらしいんだ。僕が聞いた話では、中国湖南省では建設会社が納期に間に合わせようと10階建てのマンションを28時間45分で完成させたという驚愕のものもあったよ。それにインフラ事業においてもね、中国は政府一丸となって企業に対してノルマを作ってやらせているらしい。なんと5年で数十万の橋を建設したというのもあってね、世界から見ても
この数字が異常なものであることは間違いないよ。建設業においてスピードはもちろん大事なことだけれどね、驚異的なスピードは安全性を犠牲にした上で成り立っているのだと僕は思うんだ。僕たちは欠陥工事をすることで人の命を奪ってしまうかもしれないことを忘れてはならない。仕事をしているとね、つい利益を優先してしまいたくなることもあるけれど、建設業界に携わる以上、僕が建てた建物をずっと使ってくれる人々のことを忘れてはいけないなと思ったよ。そしてね、とても手強い相手の中国企業にこれからは負けてなるものかと心から思った出来事だったんだ。欠陥のある建物なんて恐ろしくて使うことができないわ。私は中国に住んでいるけれど、毎月のようにどこかで建物や橋などが崩落したとニュースになっているのよ。お金目当てで粗悪なものを注文するなんて、その取引先もいい気味ね。僕も建築現場で働く人間だけど、中国からの仕事は中国人が労働力として入ってくるからね、僕らは仕事をもらうことができないんだ。日本政府も世界の膨大なインフラ需要に対し、インフラシステム輸出戦略を打ち出しています。世界の多くの国がライバルとなる中、日本の強みは高い耐震技術とインフラ事業にあると言われているのをご存知ですか？耐震技術に関して言うと、日本のスカイツリーの技術はなんと1300年以上昔に建てられた法隆寺の五重の塔の技術が応用されているのだそう。そんな先人たちの技術を大切にし、現在に引き継いでいる日本の技術はとても素晴らしいものだと思います。また日本の質が高いインフラ事業の一つに鉄道システムもあります。安全の上、運行スケジュールも信頼できるため、毎日多くの人々が安心して使うことができる日本の鉄道システム。省エネ性能などの技術も年々向上し、トンネルや高架などを小さく設計、施工費を抑えられるというメリットもあるそうです。このように質の良いインフラを世界に提供することで、公害や想定外の維持管理コストを抑え、国家レベルで安物買いの銭失いを防ぐことができると言われています。建設業は人々の生活に深く関わる仕事のため、今回の中国企業のようにお金を優先させ命を軽く見る仕事は到底許されるものではありません。今後日本の建築業界も技術や丁寧さの強みを武器に、世界さまざまな国で活躍してほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。